米大リーグロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平投手が5月30日日本時間31日敵地シカゴギャランティード・レート・フィールドで行われるシカゴ・ホワイトソックス戦に3番 DH で出場する相手の先発は右腕ルーカス・ジオリトジオリトは大谷と同じ1994年7月生まれの28歳今季は3勝4敗防御率3.98の成績となっている。 21年と22年は共に11勝9敗で2年連続の2桁勝利を挙げた高投手が相手となるこれまでエンゼルス戦に7試合登板大谷はジオリトとの対戦で20打数6安打の打率3割2本塁打3打点で好相性となっている前日は4打数ノーヒットもチームは粘りがち連敗を3で止めた前日の同カードでは4打数無安打 2三振、1四球、打撃内容は右膝付近へのデッドボール、サードファウルフライ、空振り三振、空振り三振、ショートゴロだった。試合後にフィル・ネビン監督は、デッドボールを受けた大谷について、彼は OK だ、膝の下で骨に当たったと話していた。打者としての今季通算成績は打率2割6分3厘、12本塁打、33打点で、24日、 同25日の本拠地でのレッドソックス戦以来となる13号アーチに期待がかかる13号が出れば5試合ぶりメジャー通算140号となる。